皆さんこんにちは。今日もパイオニアズオブパゴニアやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回こちら防具屋さんとか武器屋さんの方を作っていきましたね。はい、こちらの方では武器が作られているのかな、ということでこれで兵士とかを育てていますので、まあこれのまましばらく、兵士の方は育てて人数増やしていこうと思います。タスクの方は現在ですね、風車を建てるということで、最後の方にちょっと風車の方と冒険者ギルドの方を建てていますので、まあこれは建て終わり次第ですね、こちらの方は完了する形ですね。あとは造幣局かな、造幣局の方もこれですね、生産の方、建てるものの方は作ってありますので、まあこれもいずれ大丈夫になると思います。さあ道具屋の指示の方が完了しましたよということなんですけど、まあ道具屋の方は、特に問題がないのかなと思いますね。特に足りないものとかはないですよね。これなんだろう、チェックと人入ってるのとよくわかりませんが、まあいいや。こちらの方で建て終わればある程度終わると。あと終わってないのはもうこれだけですかね。とりあえず建てることが最優先みたいですので、建てるのをちょっと見ていきましょうか。こちら風車がトントン始まりましたね。あ、これもセメント必要だったのかな？あ、そうですね。セメント必要でしたね。あと、木の歯車という感じなんで、木の歯車は結構いるのかもしれないな。もう少し作っておきましょうか。木の歯車は木工所ですね。どこだ？革工房。これかな？製材所。どこに置いたのかちょっと覚えていませんが、こっちか。こちらの方で、まだ、歯車まだ大丈夫ですね。でも、あと、ここは作るように命令出しておきましょう。さあ、今、風車の方が立ち始めてますので、おそらくここで小麦粉を作って、そしてパン屋さん作るのではないかなと思います。あ、歯車もちゃんと持ってきて、組み込む形ですね。まあ、どこにあれかな、風車の羽がつくんでしょうね。正面かな、やっぱり道路に面した側か、それとも裏側につくのか、それもちょっと楽しみです。さあ、ということで 60% できてきましたね。まだ足の方、足場の方はニョキニョキしてるので、もうあと1段階ぐらいかかるのかな、75% ぐらいで、あれか。ああ、やっぱりもう1段階伸びましたね。で、あとは足場の方が、これから下がっていく感じでしょう。まあ、品物がまだ届いてない。セメントがあと6入ってきていませんね。これ運ばれながら徐々にトントンするので、別になければ完成はしませんが、そのパーツで必要な分だけはメーターが伸びていきますね。なので全部揃ってからメーターが伸びるわけではないと。よし、少し時間の方を早く送っていきましょうか。さあ、どうだ、足場の方縮んできましたが、あと2つ、あと1つ足りないということですので、あと1個来ないな。セメントが来れば完成なんですが、あと1個がなかなか来ませんね。はい、ということで、これで最後のセメント来ましたね。あ、裏手の方に持っていくのね。こちらの方に置いて、わざわざ取りに行くんだったら渡せばいいのにな。はい、はい、裏の方から取ってきます。そして、建物の中か？横ですね。横にセメント置いて作ると。さあ、これで97、98。そして、あと 2%。頑張れ。99で100ですね。どんなのになるんだろう。おお、一気に来た。さあ、これの方は作業ができない人員が未配置ということで、人が来てないのかな。よし、人が来ましたね。で、小麦の方は確か近くに、ここにありますね、小麦が。これは保管庫はトウモロコシか。小麦を、あ、小麦これですね。小麦の保管庫から、まあ下、
行くためにはどういうふうに行くのか分かりませんが、左からも右からもつながっていますので、まあ行けるようにはなっていますね。よしよしよし。そしたらあとは冒険者ギルドか。冒険者ギルドはもう作られてますね。88%。品物の方もこれ、石がまだ来てない。あと1個来てないぐらいで、まあ大体は運ばれているので、OK ですね。さあ、そしたらもう1個食料の方でパン屋を建ててくださいよというのがありますので、パン屋建てていきましょうか。これ、建てる場所がないな。冒険者ギルドの横に建てましょうか。これだと井戸もあるので水も取れるし、小麦粉も持ってこれるので、まあこれでいいんじゃないかと思います。さあ、こちら風車ですね。小麦粉運ばれましたので、風車回ってこちら右側の方で粉が引かれてますね。むちゃくちゃ乱暴だな。ポンって投げましたね。はい、そして出てきた粉をカゴに入れると。わー、すごいすごい。徐々に増えてってる、増えてってる。いや、いい感じですね。さあ、これで粉ができたと。そして、このできた粉を入り口に置いときますよと。で、次の、小麦を突っ込んで、あ、この人は置くだけなのか。中覗いてる人いるな。粉詰まってないかなみたいな感じで覗いてるんですかね。そして、こいつを、いけ。はい、投げて入れますね。よしよし、面白いな。こんな風に作られてるんだ。さあ、そしてカゴの方は徐々に増えていって出来上がると。で、今パン屋さんができてないので、おそらくこちらの粉は置きっぱなしになる感じですね。あ、来た。冒険者ギルドのところにも石が届きましたので、あとはトントンの人が来れば。完成できますね。さあ、来い。冒険者ギルドは何をするところなんだろう。さあ、とりあえずトントンしてもらいましょうか。よいしょ。さあ、どうかな ?98、99、100ですね。これで OK。ドンと来ます。ああ、できましたね。冒険者ギルドが完了。なんか、ちょっと戦うような感じになってるな。そして、隣ではパン屋さんの材料がどんどん入ってきてますね。そして、セメントがめちゃくちゃ必要なんだな。さあ、そしたら、レンジャーを徴収するということで、レンジャー魔法のトーチ、カット入りの革の鎧か。トーチと確か革の鎧はあったと思うので、ちょっと入れましょうかね。ね、こっちの方は銀の剣と革の鎧。こっちは、ね、魔法剣。魔法剣はまだ上位クラス作ってないですね。で、パッド入りの方もまだだ。革の鎧は革細工ですね。どこだろう。どこに作ったのかちょっと覚えていませんが、どっか、作ったのがあったと思います。まあ、そこの革を使って、ってるので、どこかで革をとりあえず見てみましょう。さあ、こちらですね。革、手振ってる。革工房の人がこっちに向かって手振ってましたね。で、今見たら革の鎧はこれなんですけど、これは革が必要と。で、パッド入りの方は他に鉄の延べ棒があればいいみたいで、これ制作すれば次のやつですね。あと5人ずつ増やせるようにだけしておきますが、まあ、これで作れると。上級のやつが作れるんですけど、まあ、武器の方が、魔法の関係のやつがありませんでしたので、そちらがまだ作れませんね。なので、まあ、普通のギルドのメンバーを入れていくと。レンジャー、普通のレンジャーと、こちらの銀の剣は作れてたかな。銀の剣もちょっとわかりませんが、豪傑かな作れる感じですね。ちょっと武器屋さん見ていきましょうか。もう一回。武器屋さんで、こっちが武器職人ですね。銀の方は入ってる？銀の剣、アイアンソード。銀の剣はまだ作ってないのかな？銀の延べ棒は確か作られてるはずなので、28本あるってなってますので、どこか、ここの保管庫に入ってますね。銀の剣も作って、上位のやつもちょっと作っ
ていきましょうか。パン屋さんが出来上がってきましたね。もうちょっとかな、 90% できています。そして隣の冒険者ギルドの方は、まあ普通のレンジャーとかはできている感じで、銀の剣の建築もね、始まって、制作の方も始まっていますので、まあまあ、豪傑の方も寄せれるのではないかなと思いますが、こちらの方は何に使うかまだよくわかっていません。で、パン屋さんができましたね。これで、小麦粉4、水、そして薪があればパンが作れますよということみたいですね。人数の方は全然足りている。ちょっととここらで井戸を、まあ、目の前に置いておきましょうかね。すぐ使えるようにしておきましょう。あとは何だろう、木とかがめちゃくちゃあるので、まあ、ここからもう少し木を伐採とかしてもいいかもしれませんね。まあ、これも様子見という感じでいいと思います。さあどうだろう、レンジャーもできてるし、レンジャー徴収する、ああ終わりましたね。あ、今変身してレンジャーになったのか。ああ、変身みたいな感じで。ああ、変わりましたね。OK。あとは、宝物庫を作ると、パンを焼くだけなので、ちょっと宝物庫の方を作っていきましょうか。どれだろう。交易所とかもまだ作ってないんですけどね。できたらこれ、街の真ん中らに置きたいところですが、置く場所がないので、まあ、ここかな。ここにちょっと置いておきましょう。さあこれで宝物庫の方もできるので、タスクの方はかなり終わりますね。よし、パン屋さん見てこう。あ、手振ってる、手振ってる。こっちに多いって言ってますね。粉がまだ来てないのかな？粉、ああ、そうか。倉庫作っておかないと、うん。ここの粉もいっぱいですね。ということで、倉庫作っといてあげましょう。パンを置く場所も作ってあげよう。まず、ここに、これは何だろう、自然の製品なのかな。あ、まあ水も置くか。まあ水置かなくてもいいけどな。そしてこちらに粉ですね。粉はある、小麦粉の方を置いておきましょう。できたパンはどうしようかな。できたパンはそのまんま、こちらの、どこだ、市場の方に流通するので、まあ問題ないかな。こちらの方にシリアルってなってたので、おそらくパンしか置く場所がないので、もうパン屋さんは一応作ってありますね。よしよしよし。さあ、ではどうかな？水が来ないのか。水さえ来ればこちらではパンが作れますね。さあ、水も運ばれてきましたね。よいしょということで、ああ、パン焼けた焼けた。あっという間にパン焼けた。さあ、こちら、後ろで作ってるのか、それとも、あれ、来ましたね。骨台のところに何もなかったんですが、突如湧いてきました。よし、これでパンも来たよ。よしよしよし、これで食べ物来ていますね。ああ、パン1回で2個ずつ来るのかな。ちゃんとすくって、釜に入れる感じですね。よしよし、釜に入れる。よいしょ。さあ、そしたらちょっとなんか見た目、できる前の方が、ああ、膨らんだ。焼いたら膨らんで、でっかくなったやつが来ましたね。よし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 、来たぞ。さあ、これでパンが焼けました、ドーン。で、こいつはどこに置くんだろう。さあ、これを持った人は、まさかの地べただ。パンなのに地べたに置いちゃった。まあそれは仕方ないのかな。はい、そして誰かがパンを、ああ、一人一個しか持てないんですね。大切そうに持っていってます。よしよし、まあこんな感じですね。では、これでタスクの方は、あとは宝物庫だけなので、宝物庫出来上がるの待ちましょう。さあ、こちらの宝物庫の方も最後の部品が来ましたので、まあ 96% まで出来上がっていますので、もう少しですね。宝物庫に入れる宝物的なのがまだ作ってないと思うんですけど、これは何が入るんだろう。まあ、とりあえず作ってみて、中覗いてみましょうか。さあ、トントン始まった。
はい、もうそろそろかな？ 100% ですね。ドーン。はい、ということで、これが宝物庫ですね。ああ、一応何を入れるかというのが出てて、財宝だと古代のコンパスとか、ああ、なんだろう。黄金の馬とかがありますわ。これってどこで見つけるんだろうな。コインの方は、宝箱、銅貨と銀貨ですね。で、貴重品の方が、これ武器。あれこれって財宝と一緒じゃないのかな。あと宝石のカットということで、宝石が選べたりもしますね。まあいや、これは何を作るのかわからないので、このまま置いておきましょう。ああ、ひょっとしてあれかな。造幣局が関わってきたりするのかな。こういう感じですね。銅貨ととりあえず銀貨は造幣局で発行されるものなので、ああ、ここにあるあるある。ああ、なるほど、なるほど。ということで、造幣局で出たものをここで入れといた方がいいんですね。どれだ？財宝？財宝じゃない。あ、コインだ、コイン。これで何でもこの2つを突っ込むように命令しておきましょう。さあ、財宝を持ってきた人がついに来ましたね。もう箱が閉まらないぐらい入ってますね。これ銀貨かな？さあ、そして、こちらの方に突っ込むことになるんだと思います。これなんだ？上下は運搬人だけど、護衛っぽい感じで見えるな。まあお金は大事ですからね。ちょっと正面からも読みよう。よしよしよし、入れてくれたぞ。この箱も一緒かな。こっちの箱はちょっと違いますね。でも中は銀色なので銀貨っぽい。全部銀貨のように見える。あ、今入れたのが銅貨なのか。では、これが銀貨かな？はい、置きました。ちょっと建物の中までは見えませんが、ああ、OK、OK、OK。両方入れてくれましたので、これでしばらくは、貯め続けることが、造幣局で作ったものがどんどん貯めれますね。さあ、これでどうするんだろう。タスクの方はほぼ終わった状態ですが、こっからはどうしたらいいんだろう。まだ、なんだろう、この、防衛関係、戦い関係とかが終わった。ってないので、まあどうしていいのかはちょっとわからない状態ですよね。よし、まあいや、勝手にとりあえずやっていいのであれば見張り塔を作って、境界石の方をどんどん広げていきましょうか。上の方も結構広がってきましたね。ただこっちの霧がかかってるところはまだまだいけそうな感じです。さあ、とりあえずこちらが宝物庫の感じですね。こっから、全部、見えてる感じで、この出窓っぽいところにしか宝箱を置かないみたいですね。なんか外から登ったら取られそうな気もしますが、まあ、これでいいみたいです。ではですね、他は、勝利の条件とかはないのかな？こちらでチュートリアル的なものは終わってたのではないかと思いますが、まあ、ちょっともう少しだけ、ね、島の方を探検して回ってみましょうか。はい、ということで、あれからちょっと広げたんですが、特に何もありませんでしたね。そしてメニューから新しいマップを見たときに、現在ガイダンスマップで始めてたんですが、こちらはガイダンスありで、まあ、チュートリアルですね。そしてこの島には敵も戦闘もないとありますので、戦闘する相手をいくら探しても、まあ、見つかることはないと。いう感じでした。それで、森と友人の方も、まあ、勝利タイプは目的を解決になっていますが、まあ、戦闘がありませんので、次回ですね、やっぱちょっと戦闘の方も見てみたいと思うので、こちら呪われた海岸の方で、また新しくプレイしていきたいと思います。まあ、チュートリアルの方が一通り終わったということで、まあ、なんとなくやり方の方はわかりましたので、次回からですね、また新しいマップで始めていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。